どうもイノスマンでございます。皆様本日もご覧になっていただいて本当にありがとうございます。現在はですね、9月ですね、9月5日、午後になっております。はい、本日2本目の撮影になっております。はい、今日は本当に家で今までのんびりしてたんで、まあ今日は出かけることなくね、ずっと家でのんびりしてたいなと思いますね。まあでもね、夕飯のね買い物はね多分行くと思うんでね、今日何食べようかなーっていう感じですということで今日の動画なんですけれども、スニーカーを買いましたー。ということでその買ったスニーカーを紹介していきたいなと思います。9月2足目ですよね。はい、じゃあ行きまーす。こちらでーす。はい、はい、マットフットダームワンです。こちらのスニーカーを買いましたので紹介していきます。はい、マットフット、ご存じない方もひょっとしたらいるかもしれませんけど、最近ねもう僕はこの2000年代のスニーカーがちょっと自分でマイブームなんですよ。買ってしまいました。だから、2001年だったと思うんですけど、2001年にマットフットっていうブランドが始まったのかな、設立されましたね。まあ前もタスの動画を上げた時に言ったんですが、その頃っていうのはそのさっき言ったタスだったり、このマットフットだったり、あとユービックっていうブランドだったり、あとビズメイムですね、そういったストリート発信のドメスティックブランドがすごい数多くありました。そのね、中でもね代表的だったのがこのマットフットっていうブランドでしたね。何から説明していくかな。このモデルのことからまずいこうかな。ダームワンというモデルなんですけれども、まあね、これを見た方はね、もう誰しもが思うことだと思うんですが、もちろんね、N 社の、一番有名だと言ってもいいですよね。あのモデルを、サンプリングしたモデルになってますね。で、カラーもね、これに関してはもう、その頃、まあ、その頃とはちょっと違うんですけどね、スニーカーのカラーをサンプリングしてますね、これはね。これとかねっていう感じなんですけど、でね、これすごいいいんですよ。全面このグレーのとこが全面リフレクターになっててね、多分ね、光る、なんていうんですか、外でね光るところで履けば多分光ると思うんですけど、まあね、もちろんね、古いモデルなんでね、なんかねだいぶ劣化してきてます。やっぱり、シューターの部分がやっぱり剥げてきたりとかね、アッパーとか、全体的にこうひびが入ってるんですけども、まあそれ以外はねソールなんかもね全然残ってるし、まだまだ履けるモデルだと思っています。はい、あとはこれのなんだ、お値段ですか。お値段いくらだったっけな。値段ちょっと忘れちゃった。後で確認してですね、この下に多分入れてると思います。はい、すいません。はい、ということで、マットフットのね、このブランドのちょっとね、説明をちょっとね、したいと思いますね。ここからはね、僕の思い出話と記憶ですね、僕の記憶。それに基づいた話なんでね、ちょっとね、若干、事実とはね、異なってる部分があるかもしれないのでね、知れないので、その辺は、ご了承ください。はい。で、2001年がね、このブランドデビューってさっき言ったんですけども、ブランドを始めた人は今井隆さんって言ってね、すごい、シューズディレクターなんですよね。今井隆さんはその頃アトモスで働いてました。だからアトモスのもう創設時のメンバーですね。その頃にねすごい雑誌とか出てましたね。まあ広報みたいな感じでね、すごいメディアに出てましたね。雑誌なんかすごい出てました。でね、アトモスの前なんかは別のスニーカー屋さんで働いてたんですよ。僕の記憶だとね、黒船屋っていうねスニーカーショップがあったんですけどね、そこでバイヤー的な仕事をしててね、だからその頃からね、なんかアフロヘアにしてね、その頃から
すごい、あ、この人はすごい人だなっていうふうに思ってましたね。でアトモスに移ってまたいっぱい仕事しててね、あ、すごい人だなっていうふうに思ってました、あとね、あれなんですよね、有名な話だとね、ヒップホップグループのガスボーイズっていうメンバー、ガスボーイズのメンバーだったんですよね。だからそれ界隈の人にはね、もうもちろんとっくに有名だったんですけどね、ラッパーさんだったんですよね、今井隆さんは。で、2001年マッドフット始めて、でまあアトモスを辞めるんですよね、独立することになるんですけど、なんかね、その頃最初のマッドフットってまだオリジナルのモデルがなくて、いろんなブランドとねコラボをしてね、マッドフット名義でなんかリリースしてたっていう記憶がありますね。バンズとかね、フィラとか、あとサッカニとか、その辺とコラボして最初のうちはモデルを出してましたね。これなんかもそうですよね、これはバンズとマットフットのコラボモデルなんですけど、だからすごいマットフットが始まった初期のモデルですね、これはね、でマットフットのオリジナルのスニーカーが出るということで、このダームワンだったんですよね。ダームワンがマットフットのオリジナルの一発目でしたね、でまあ最初のダームワンってなんかすごい履き心地が悪かったらしくて、でこのまあ要は前期モデル後期モデルみたいな感じで、これはね後期モデルに当たるんですけれども、これからねすごいなんか履き心地とかも、ね、改善されてね、すごいクオリティが上がったっていう話ですよね、でねそれ以降もねいろんなモデルがマットフット出ました、僕のね当時の印象ではね、いろんなこうモデルの名作と言われるカラーをすごいサンプリングしてね、やってたなっていうイメージですね、だからかっこいいんだけどこれあれじゃんっていうね、あれでしょ、これあれパクったんでしょっていう言い方悪いですけどもね、そういう風な印象でしたね、はい。でまあ何年か進んでいってね、結局マットフットってね、マットフット売っちゃうんですよね。まあ売っちゃったけど、今井隆さんがね離れちゃうんですよね。そのまあ現在もねマットフット続いてますけど、今のマットフットどうなんでしょうっていう感じですね。今井さんがいた頃の初期のだからマットフットが大好きです。マットモンティとかね、あの辺のモデルもかっこよかったですよね。今だからマットフット昔のマットフット初期のマットフットちょっと探しているところです実は。はい、あとね昔入ってたのでね、スワッカーとのねコラボモデルマットフットダームワン、それをね、僕履いてたんですよ。前今それはないんですけど、箱だけはまだあるんだよな、箱だけは。あーちょっと用意してなかった、用意しておけばよかったな、はい、当時の箱があるんですけどね本当は、はい、すいません、はい。ということで、今日はですね、マットフットのダームワン、こちらを買ったということで紹介させていただきました。なんか話長くなっちゃった昔話が長くなっちゃったということで、今日の動画がですね、ちょっとでも面白いと思った方はですね、ぜひグッドボタンを押してください。はい、そしてチャンネル登録まだお済みでないという方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ今日は以上ですね、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。